どうも、サッカリンです。今回は中村達也、ただひたすらかっこいいドラム10選をやりたいと思います。もう余計な小細工はなしで、ただ単にかっこいいドラムを集めました。では早速いきたいと思います。まずはこの曲、嘆きの城。この曲が最初に思い浮かんだんですよね。もうこの曲はまさにタイトって感じです。タイトって思ったんですけど、結局タイトってどういう意味なんだって思って調べ直しましたら、ぴったりとしたとか固くしっかりしているっていう意味がありまして、まさにこれじゃんと思いました。この曲のドラム、まさに固くしっかりとしてますよね。で、この曲のドラム叩いたら多分実力が丸分かりすると思います。この曲をかっこよく叩けるドラマーは信頼していいと思います。だからドラマーのオーディションやるとしたらこの曲がおすすめです。あとこの曲のドラムって繰り返しがほとんどないんですよね。最初から最後まで全部微妙に違っていってます。もうこの人は無数のドラムパターンを持ってますね。一つのリズムに対して何通りものやり方で叩けます。だからもう単調さはゼロですね。ブランキーが飽きない理由はここら辺にあるのかもしれません。次はサタデーナイト。もう最初のこのスネア一発で勝負ありですね。もう鋭すぎて一瞬ビクッとしちゃいます。これラストシングルなんで、10年間分の思いが詰まったスネア一発です。もうこの曲はド直球ですね。170キロの剛速球って感じです。もうバイクで爆走してる感覚がありありと伝わってきます。この疾走感はもうパンク出身ドラマーの面目躍如って感じですね。一番得意のパターンじゃないでしょうか。この疾走感はなかなかそこら辺のドラマーじゃ出せないと思います。あとこの曲で有名なのがフジロックですね。ベンジの弦が切れちゃいまして、その間ドラムとベースだけになるんですけど、ドラムとベースだけで異常にかっこいい。これにベンジのギター乗ったらそりゃ最強だよなと思います。でその時にちょっと面白かったのが、そろそろギター交換できたかなってタイミングで、よしここでギター入れって感じで激しいフレーズを叩くんですけど、ベンジは入らないという、いや入んないんかいっていう達也の心の声が聞こえてくるようでした。そのマイペースさがベンジっぽいなと思います。 でも当然その後のギターソロは異常にかっこよかったです。次は冬のセーターです。これはもう A メロのスネアですよね。3連のダダダってやつ。このスネアがこの曲の空気感を作ってます。なんかモデルガンを撃ってる音に聞こえてこないでしょうか。ラストの方のドラムもすごいです。まずキックはドッ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 と連続で踏んでます。それに加えてタムの乱れ打ちです。最初タムは左から聞こえていて、徐々に右側に移っていきます。で徐々に徐々に盛り上げていって、最後凄まじいスネアの連打でギターソロが爆発します。もう盛り上げ方が完璧ですね。いや熱すぎますね。ちなみにブランキーのファースト DVD のドッグフードの冬のセーターがやばいので、未見の方はぜひご覧になってください。次は左利きのベイビーです。ちょっと前にですね、中村達也氏について私見を語るっていう動画を出しまして、その動画で僕の達也のドラムのイメージは軽やかって言ったんですけど、この曲のドラムを聴いてもらえれば結構分かっていただけるんじゃないかと思います。超軽やかに叩いてますよね。なんでこんな軽やかに聞こえるかって考えますと、多分スネアのゴーストノートのせいだと思います。ゴーストノートっていうのは聞こえるか聞こえないかぐらいの小さい音のことです。だからスネアのゴーストノートだと、叩くっていうか触れるっていう感じですね。でこの曲はそのスネアのゴーストノートが無数に入ってます。この一番よく聞こえるスネアのタの間に小さい音でタカタッタタカタッタみたいな音がたくさん入ってます。この曲のグルーヴの特徴は間違いなくこのスネアのゴーストノートによって出されてます。これはね、多分ジャズっぽいと思うんですよ。詳しくは分かんないですけど、普通のロックドラマーだったらまず出せないグルーヴだと思います。この唯一無二のグルーヴをじっくり味わってみてください。次は斜陽です。最初の表紙が面白いですね。1-1-2-3-4-1-2-3-4っていう入りです。なんか途中からぶった切ったような入りになってます。でキックをひたすら連続で踏んでます。ドッ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 。で多分なんですけど、スネアの時にハイハット鳴らしてないんですよね。これでスネアのタが非常に強調されます。この叩き方で有名なのがローリングストーンズのチャーリー・ワッツです。やっぱり偉大なドラマーは思考が似てくるんでしょうか。ちなみにチャーリー・ワッツも大のジャズ教として知られてます。A メロのハイハットがやばいですね。16ビートと8ビートを交互に繰り返すんですけど、それがめっちゃかっこいいです。その16ビートも普通じゃなくてチッチキ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 みたいな感じです。でギターソロの時の16のハイハットがまたやばくて、また微妙に変えてきてるんですよね。もうハイハット聴いてるだけで満足できます。本当に繰り返しがないですね。もうこれはドラムのフレーズを作曲してるって言っていいと思います。この凄まじいハイハットさばきを注意して聴いてみてください。次はテキサスです。基本的に全部スタジオ音源から選んでるんですけど、これはさすがにライブ音源から選びました。もうこのドラムは熱すぎますね。ドッドパッドッドッ
パーのリズムがたまんないです。砂漠のハイウェイを走ってるような疾走感です。でこの曲のハイライトはやはりラスト、これでしょうか。とんでもない迫力です。圧倒されますね。さらにもう一つ、ここですね。最初聞いた時に衝撃を受けました。このようにこんなかっこいいリズムがあるのかと。史上最強に熱いエンディングだと思います。次は綺麗な首飾りです。これはイントロのタムですね。このどこどこ言ってるタム、僕はこの音に大地を感じるんですよね。なんか夕焼けの色とセットでその下にある地球も見えてきませんか。僕の中ではそんなイメージです。この曲の壮大な感覚は間違いなくこのタムによってもたらされています。でギターソロではそのタムにスネアが追加されます。曲のスピード感が全く違いますよね。最初は雄大な感じだったんですけど、ここでは高速で移動してる感じがします。ベンジーは音で絵を描いてると思うんですけど、完全にその絵のイメージを理解して叩いてると思います。もちろんテルイさんも同じです。そういうわけでこの曲はもうアートだと思ってます。次はパンキーバッドヒップ。勢いが爆発してますね。このイントロなんですけど、普通だったらズッタッツダッドダッドダって叩くと思うんですけど、ここでの叩き方はダダダダダなんですよね。この2回目のダのスネアを1個遅らせるっていう発想が僕には絶対出てこないですね。すごいリズム乗りにくいと思うんですけど、でもそれがこの曲の特徴になってます。で A メロお得意のタムですね。でサビでは全部頭でスネアを叩いてます。それも1回だったり2回叩いたりしてて、ほんと読めないです。でしかも2回目のサビではまたんたっていう一拍遅らせスネアの叩き方に戻ってるんですよね。こっちの予想全部裏切ってきて、それが全部かっこいいっていう一番最高のパターンです。ラストは本当に圧巻ですね。次はレインドッグです。史上最強に気持ちいいスネアの一つだと思います。なんかもう全部の一打がパシンってもうミッドのど真ん中に突き刺さってるって感じです。この曲で例えて言うと、吹き飛ばされそうな風の中を走り抜けていく車のフロントガラスに降ってくる雨みたいなドラムです。でさっき気づいたんですけど、この曲ってハイハット16で刻んでるんですね。チキ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 って言ってます。ライブ映像で確認したらやっぱり16でやってました。なんかすごい豪快なロックンロールなんで、全然16のイメージなかったんですけど、豪快に見えて実はすごい細かい緻密計算されている、それがブランキーです。でギターソロのタムとスネアの組み合わせも超かっこいいですね。ここはまず左側の方でタムをドドッとみたいに鳴らしてからスネアをタタッとやってます。原曲で確認してみてください。もうとにかく全身にスネアを浴びたい一曲です。とうとうラストです。この曲です。ガソリンの揺れ方。この曲のドラムはですね、もう本当に完璧です。これ芸術です。このドラムはこれ以上叩いても、これ以上叩かなくてもダメなんですよ。本当にこれしかないんですよ。そういう意味で完璧です。とギターのリフの合間のブレイクがあるじゃないですか。そこでドラムが入りますよね。それが30回ぐらいあるんですけど、ほとんど違うフレーズで、それが全部超かっこいいという奇跡。なんか僕には一筆書きで描いた絵みたいに見えます。全然同じところを通らないんで、当然ながら3回あるサビも全部違う叩き方です。もはや何も叩いてないところもかっこいいんですよ。ここは叩かないっていう表現方法ですね。無音の圧力です。でベースももちろん最高で、 A メロの時はベースが弾いてドラムは叩かない、でブレイクの時はベースは弾かなくてドラムが叩く、この入れ替わりの判断が素晴らしいです。でギターはもう誰が聴いても分かるように超絶かっこいい。ということでやはりブランキーの最高傑作はこの曲なのかなと思ってしまいます。もう全てのパートが限界まで緻密に計算され尽くしたフレーズで埋め尽くされてます。この曲はロックという皮をかぶったアートですね。この曲のドラムを全部口ドラムで歌えるぐらいの勢いで集中して聴いてほしいです。というわけで中村達也、ただひたすらかっこいいドラム10選でした。ご覧いただいてありがとうございました。サッカリンでした。